1月10日、ドラマ、今日から俺は、日本テレビ系の公式、インスタグラムが更新、伊藤健太郎、21、の、オフショットが公開され、ファンを喜ばせたようだ。この日、同ドラマのインスタは、1月10日、伊藤の日だそうなと、ハッシュタグで、語呂合わせによる記念日だと紹介。その、伊藤の日にちなんで、伊藤真嗣役を演じた、伊藤健太郎の画像を投稿した。それは、トレードマークの、ツンツンヘア姿の伊藤の横顔のショットで、ドラマ撮影中のオフショットと思われる一枚だった。昨年12月以来となる、伊藤真嗣の登場に、多くのファンが歓喜。インスタには、健太郎くんファンとしては、めっちゃ嬉しいです。久しぶりにその髪型見ました。まだこんなお宝があったとは。伊藤さんの日は、今日から俺は。最終話を5回見て、伊藤さんを楽しませてもらいました。横顔も素敵。ありがとうございます。公式さんといったコメントが多数寄せられ、今日俺ファンから反響があった。今回の、伊藤の日の投稿には、1日も経たないうちに9万件以上の、いいね、が寄せられて話題に。もしかすると、3月28日は三強の日だったり、するかも？